あそこにいるやつずっとニヤニヤしてるけど、なんかいいことでもあったのかな。そこの子たち、この出会いも何かの縁。いいも、ここの商人ってみんな怪しそうだよな。おうおう、そんな風に言われるとショック。俺たちリーウェの商人はどいつも信用できる人間っすよ。この儲け話でやることは超簡単。君たちに日用品を毎日持ってきてもらいたいんす。最低でも中にはお金が入ってるっすよ。全部黄金屋で鋳造されたモラっす。ちょっと複雑なんすよ。でも商売に協力してくれたらその仕組みを教えてやってもいいっすよ。だからどうすか、やってみない？ばかり考えてしまう。タンポポだってもちろん立派なお花だよ。